川散歩している途中ですが、ミドリガメのお食事風景です。何の魚を捕まえてるのかちょっとわからないんですけどね、潜ってっちゃったっていう感じで、まあ、やっぱり魚を捕まえるのがうまいカメなんだなっていうのがなんとなくわかりましたね。さっきね、いつものところで魚を取ってる少年たちがいて、ちょっと話しかけたら、オスのね、クサガメと、あとハゼのね、なんかまあ立派なのを取ってきました。あ、ミドリガメ。なかなかね、川に入っていたので勇敢な少年たちだと思います。まあそういうね、魚好きの人たちがいっぱいいるっていうのは面白いことだなと、思いながら、まあそこもボラかな。楽しく、今日も散歩をさせていただいております。やっぱりね、川に入って魚を取るとね、さらに何がいるのかしっかり見れて面白いなと。クサガメの巣は僕はまだ一度も見かけたことがなかったので、オス久しぶりに見たなって、ほんと真っ黒に黒化してるやつですねが見れました。あとはいつもの感じの雰囲気でなってるんですけどね、まあ雨が最近多いんでちょっと水も綺麗でいい感じなのかなと思っています。ハルキもいつも出さないとね、なんで出さないのって言われるんで、今日も出させています。後ろ姿、ハルくんなあ、散歩していればご機嫌なんで、今日もいつもいっぱいいますね。そうで、カワセミは見ることができなかったんですけど、ああ今日鯉いっぱいいるな。多分下で子供がね、まあ、少年たちが魚取ってるから、ちょっと上の方に逃げている魚がいるんだと思いますね。まあ、そんな感じで今日もいろいろな発見だったりね、まあ新しいハゼ、まあ、撮らせてもらえばよかったんですけど、写真撮るの忘れちゃったんで、まあ僕ハゼが全く詳しくないんで、ハゼだなっていうことしかわからなかったです。クサガメはね、一発で、あ、遠くから見て、あ、オスのクサガメっぽいなと思ったら、見せてもらったらやっぱりね、オスのクサガメで、まあメスがいるんだからそれはいるよねっていう感じでしたね。結構コケムしてたんで、長い期間この辺にいるカメなんじゃないかなと思います。そんな感じで久しぶりにいつもの川散歩をちょっと動画に上げさせてもらいました。以上、今日は終わりにします。ありがとうございました。